器屋さん店長須藤です。今日は2021年を振り返る一般食器、普段使い食器のトレンドについてお話をしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。器屋さん店長須藤です。今日もね、3つのポイントで5分ほどでお話します。ぜひ最後まで聞いてください。3つのポイントを言いましょう。色、形、質感、この3つのポイントで今年のトレンドについてお話をしたいと思います。あ、2021年のですね、トレンドについてお話をしたいと思います。1つ目いきましょう。1つ目、色。一言言うと、とにかく色物という1年でしたね。色物という1年って思われるかもしれませんけども、まあ、例えばこう、グレー。まあ、これはね、ちょっとテカッとしたグレーなんですけど、マットなグレー。それからもうね、ほんとね、いろんなこう黒でもね、いろんな、いぶし銀のような黒からこれみたいなちょっとペタッとした黒マットから、いろんな意味で、色物が今年ほど注目された年はないじゃないでしょうか。とにかくですね、一般用食器の、まあまあなお値段、普通のお値段のもの、あとアパレルが企画するもの、もうこれはね、ほとんどが今年はカラーバリエーション。これですね。一つがあれば、一つのものがあれば、これに対して5色、6色展開みたいなのが多かったですね、今年は。それに比べて、まあちょっとあったのは、色プラスここにデザインがついているものもまあまあありましたね。はい。そういうものもまあまあありました。特に北欧っぽいものはそういうものが、今年も去年に続いて、2020年に続いて、トレンドだったかなっていうふうに思います。反して、白ベースにブルー。後ろにちょっとね、映ってますけど、こういうものがほとんど新商品がなかった一年だなというふうに思いました。まあ一部ね、スヌーピーとかミッキーとかそういうブランドものを除いては、すごく少ない一年だなと思いました。特に和食器はね、もちろんあったんですけど、こういうちょっと和洋食器、どちらでもいけるようなものに関しては、非常にそれが少なかった一年だなというふうに思いました。一つ目は色についてお話しましたよ。さあ、二つ目いきましょう。二つ目は形についてお話ししましょう。形、2021年の形はズバリ、形はシンプルかデコか。両方にちょっとね、分かれていけます、気がします。どういうことかというとですね、シンプルというのは、例えばこういった形、まん丸にちょっと耳がついたものとか、まん丸みたいなものとか、丸いお皿にリムがまっすぐについたもの。こういうものがですね、定番として流行る一方ですね、真ん中がまんまですけど、周りはこう、大きくギザギザというかですね、開いたような、額縁みたいな、絵で言うと額縁みたいな感じですね。そういったものの、しかもオーバル、楕円が流行りました。まあ、オーバルはね、シンプルなものも相変わらず人気なんですけども、今年は特にこの、ちょっとギザギザとしたですね、ちょっと装飾が多め、つまり乗せる部分が若干少なめのものが、流行ったのかなっていう気はしております。2つ目は形についての話でした。さあ、最後3つ目いきましょう。3つ目、質感。これはですね、もうね、普段使い食器って大体の場合磁器ですので、基本的にはつるっとしたものが多いですね。でも今年はつるっとしたものだけど、テカテカしてるんじゃなくて、こう反射する、あんまり反射しない。反射しないですね。反射しない。こっちちょっと反射しますよね。ね。あ、テカテカ、これ、これ。これ光やってるの分かりますね。テカテカします。こういう、こっちあんまり、どっちかというとこう、中に入っていっちゃうような感じですけれども、こういうマット系のものが、ここ1年来てるなと思うんですけど、今年は特にそういうマット系のものが多かったですね。マットでさらに図案が入っているもの、マットでカラーバリエーションなものが多かったと思います。でもまあ本当は使いやすいというか、使い勝手から言うと、この普通にこう透明釉がかかった下にマットというか、透明釉が入ったマットカラーの方が実は使いやすいですけどね。だけど今年はもう本当にね、ツルツルより、まあツルツルっていうか、テカテカよりもツルツルというか、そういう感じの質感でしたね。陶器でいうザラザラといったものではありません。はい、そこまでザラザラはしてないんですけども、テカテカツルツルではない、その間ぐらいの質感のものが今年は結構なんかね、うちのお店でも売れたかなっていうふうに思っております。
はい、2021年、今年の一般食器のトレンド、もう一度まとめてみましょう。色はとにかく色物、カラーバリエーションでした。二つ目、形はシンプルなものかデコか、ちょっとね、ギュッと分かれた気がします。もう一度言います。デコボコが周りに多い、真ん中が、リムの部分ですね。縁が額縁のように大きい。真ん中使える分ちょっと狭いものと、逆に、真っ平らに近くて、縁のリムがすごいちっちゃいものとか、もうリムが、縁がないもの。みたいなものの両極端が流行ったなと思います。最後、色ですけども、色は何度も言い直してすみませんが、マットカラーが流行ったんですけど、マットでもザラザラするんじゃなくて、テカらない程度でも触るとツルツルで結構使いやすい。こんなマットが流行った。こんな傾向があった2021年だったと思います。今日の話いかがだったでしょうか。2021年初期、一般食器、普段使い食器の普通に売ってる食器のトレンドについてお話をいたしました。面白かったと思った方、高評価ボタンでお知らせください。コメントお待ちしております。質問でも結構です。お待ちしております。最後になりますが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、うつわやさん店長、須藤慎一郎君した、うつわやさんチャンネル、今日はここまでにします。じゃあまたね。